最近食レポばっかで太ってきたな。ズボンもきついし、どうにかならないかな。はっ、ダイエット成功者数473人。こんにちは、岡崎チューブ2代目リポーターの岡崎です。今日はですね、リブラから北に徒歩10分ほど、庄司横丁のすぐそば、横ぐらいですね、にある高木薬局さんにやってきました。ダイエットとかに強いらしいですね。そうですね、看板を見る限り2015年1月から成功された方473人。すごいですね。すごい数の人が成功してますね、はい、うん、ちょっと今の岡崎には本当にタイムリーな場所、はい、ちょっと早速行ってみましょうか。はい、はい、漢方そばだ。はい、開けます。はい、はい、いらっしゃいませ。こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。このお店をやっております、はい、薬剤師の高木大輔です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日ははい、たまたま今度夏の抽選会っていうのをやってまして、はいはいはい、はい、その2日前なんですね。あ、はい、なのでこんなてんこ盛りにすごいですね。はい、こんな、なんかすごくいいものがもらえるんですね。からくじなしで、ね、あ、すごい、はい、こういうイベントはよくやられてるんですか？そうですね、まあ、こういう抽選会はね、はい、年に2回ぐらいですけども、毎月何らかしらなんかイベントはやってますね。すごいですね。さあ、ちょっと早速、はい、漢方の方を見させて。あ、どうぞどうぞ。そうですね、はい、すごいいろいろありますね。ねえ、すごいいろいろある。見たことないものばっかり。そうですね、もううちに来る方はほとんど初めて見るものばかり、そうですね、言ってますね。一般に売ってるものじゃなくてね、はい、本当に僕らがこう選んで、うん、これは間違いないものをね、こういう風にやらせてもらってるんですよね。へ、うん、一番売れてるのはこのプレミアム21、はい、これが一番売れてますね。栄養補充食品、ね、うん、なかなか野菜が取れないって方が、ね、多いものですから、うん、その野菜をね、そう、しっかり取れるようにということで、はい、うん、特にね、これに効くあれ効くっていうよりは、はい、体をね、常にね、健康な状態で取ってもらうためにね、こういうものがあります。特に女性の方はもうね、体調不良を起こす方が多いんで、そうですね、はい、やっぱり食事からこう指導する意味でもこういうものを使わせてもらってますね。はい、一つ説明がないと分からないばかりだと思う。こうパッと入ってパッとこう買ってかれるっていうよりもね、うんうんうん、僕らが説明して僕らが選んで、うん、ね、お客さんに納得していただいてっていうことが多いですよね、はい、それはね、胃腸薬、江戸時代から伝わる胃腸薬ですね。へ、うん、ストレスから来るね、胃の痛みだとか、うん、胃の不快感なんかにはこの沖縄がんっていうんですけどもね。沖縄がん、はい、急にね、お腹が痛くなるけど、ね、ちょっとだったら治るってあるじゃないですか。はいはいはい、うん、そういうのって気の病っていうんですよね。うん、でその気の巡りをよくしてあげると治るような、うん、時にはこのハラハラ薬っていうのをよく使いますね。この辺なんかはね、うん、シカロンって言って、このムリンパマッサージって呼んでますけどね、はい、体の中の解毒をしてくれる。特にね、女性の方は体の中にいろんなのが溜まって疲れがね、残る方が多いので、うん、そういう時にはこのシカロンを使うケースが多いですね。へ、はい、これすごいですよね。そうですね、うん、それこそ頭痛だと腸頭ってね、こういうのをよく使いますよ。腸頭ね、これはこめかみから来るようなね、うん、こういう頭痛にはこの腸頭よく使います。低気圧とかで頭痛くなる時があるんですけど、はい、そういう時もこれがいいですか？そうですね、その時はこのレイジットとか、違うんだ、ね、
5レーンとか、まあ、この辺をちょっとね、はい、もうちょっと詳しく聞きながら、まあ、調整をしてどっちかなって調整していくことが多いですね。すごい、うん、まあ、そっちもちょっと漢方っぽいかな。こっちすごいですね。これが本格的なんですか。漢方っぽいね、まあ、この辺なんかはね、あの咳の薬だし、でこの辺なんかはねよく眠れる薬、京都ですね、うん、すごいね。そうですね、これは皮膚炎だとか湿疹だとか、まあ、口内炎なんかにも使いますしね。そうですね、この辺は夏バテに使うんですね。はい、これはもうね、ストレスから来る目の疲れだったのでね。はい、すごい、すごい、めっちゃ種類ありますね。大学について、はい、ご相談させていただいても、はい、よろしいですかね。まあ、うちはダイエットの相談が結構多いですよね。おかげさんでね、十何年やってて、ちょっとね、高木さんといえばダイエットっていうふうに言われるようになってて、今どうかな、ダイエットで、まあ、200人ぐらいの人が通ってくれてるかな。あ、すごい、ね、はい、で、やっぱしね、こう通いながらやってもらう、通いながらね、漢方薬も使うんですけども、通いながらその人の習慣を直していく、っていうのもやっぱしないと、ね、結局ダイエットうまくいってもね、またリバウンドしてしまったら意味がないんでね、はい、そういうふうに通いながらやっていくような形で、はい。じゃあ今日は実際にちょっと一回カウンセリングをしていただけると。あ、そうですね、はい、で、まず来ていただいたら、うちのスタッフがね、まず問診を取らせてもらいます。はい、体重ちょっとどうしましょうね。体重はまあ、自己申告で。自己申告で、自己申告でも。身長は157、目標体重は37キロ。はい、書いて体重測定を。はい。ちょっと失礼します。冷え、やばいっすよね。そう、マジで最近マジで太ってってやばいんですよ。もう降りていいですか。はい、こんな感じで。そうなんです。するとこういう感じで出るんですね。はい、これはね、岡崎さんのじゃないです。はい、ここで参考例ということで、はい、こういう感じで、こういう感じで体重だったりとか、いろいろ分かるんですね。はい、内臓脂肪とか、はい、体脂肪の、ね、はい、量だとか、はい、あと筋肉とかね、そういうのが全部出ます。あ、すごいですね。そんなデータがこれで分かるんですね。はい、はい、そうです。で、こちらに入っていただいて、はい、はいはい、よろしくお願いします。こんな感じなんですね。朝は何時ぐらいにお食べになるのか。朝はその7時半ぐらいですね。あ、7時半ぐらいね、はい、なるほどなるほど。これはご飯ですか、パンですか。ご飯食べてます。あ、ご飯、あ、いいですね、はいはい。お昼が大体何時ぐらいですか。昼は12時過ぎですね。あ、12時ぐらいね、なるほどなるほど、はい。で、昼はどんな感じですか。昼は最近ちょっとうどんとか麺類が多いかも。なるほど、麺類多いですね。はい、なるほどなるほど。お菓子とか食べますか。お菓子は、はい、あ、食べます。ちょっと体調ですけども、肩こりだとか、はい、冷え性とかそういうのありますか。肩こりがあります。はい、あ、なるほど、そうなんですね。はい、肩こりがあるね。はい、わかりました。ちょっと舌を見せていただいていいですか。はい、あ、はいはい、舌ってこういう風にあるんですけども、はい、漢方ではね、ここのところがね、腎臓で、ここのところが胃腸で、ここのところが心臓って言うんですね。はい、ちょっと今見るとここはね、赤くなってますんでね、はい、ここは心臓とか肺なんでね、赤くなってたらちょっとね、こう、はい、なんていうんですかね、少しね、風邪引きやすくなってるかもしれない、ちょっと炎症起こってるかもしれないということで、毎日チェックしてもらっていいですけどね。ちょっとやっぱね、夏場なんで胃が冷えてるかもしれませんね。はい、なんとなく体調が分かりましたんでね、はい、じゃあ今からダイエットの、ね、お話をさせていただきます。はいはい、お願いします。当店は、こう、嫌でも痩せるというところまでのお客様を導いていきたいと思ってます。で、嫌でも痩せるというのがどういう状態かというと、
はい、この方見てもらうとね、この人で15キロ痩せたんですけども、5ヶ月でね、38歳の女性なんですけどね、うん、でまあこういうのはね、サプリメントとか漢方を飲んでるんですけども、飲み終わった後もう3食食べても体重がキープしてます、はい、体重キープしてるどころか落ちてます。で3食食べてビールを飲んでも体重が前を落ちてるとね、はい、こういう状態をね、お客様にも体感をしていただきたい。それを嫌でも痩せると思います。ダイエットはね、非常に理屈が簡単で、もう摂取カロリーと消費カロリーなんですね。だから摂取が消費よりも多いから太ってるわけですよ、うん、皆さんね、自分も多分こういう状態になってるんだろうなっていうのはなんとなくね分かってるんだけども、どうにもならないよね、ね、なかなか自分で是正できないよねっていうふうにしてうちに来られる方が多いですね。でうちのダイエットでちょっとお断りしてるケースがあって、はい、漢方薬だけください、ね、痩せる漢方薬だけくださいっていう人はお断りしてます、うん、仮にそれで痩せたとしてもね、元の生活が戻ってないとまたリバウンドしますよね、はい、だからうちのダイエットは、ね、漢方も使うんですけども、ね、その生活改善、うん、必ず皆さん太る理由があります、はい、で太る理由がね大きく分けて3つあって、1つは、体質ね、うん、例えば便通が悪いとか、体温が低いとかね、血流が悪いとかね、うん、でこういうのはお客様自身でどうにもできないので、まあ、こういうのは漢方薬が僕らが手術してやってくる。でお客様に頑張ってもらうのは残りの2点なんですけども、1点目はまず自分が分かってるところね、はい、はい、太る理由一番ね、自分が分かっている理由で一番多いのは何だと思いますか。まあ、夜ご飯が遅い。なるほど、うん、かなって思いますね、うんうん、それは5位ぐらいかな。お酒、はい、それはね、3位ぐらいかな、はい、圧倒的に多いのはお菓子です。お菓子か、そう、ね、お菓子を食べしすぎちゃうね、あるんですけど、で大体皆さん意志が弱いからって言うんだけど、意志が弱いんじゃなくて習慣になってるだけなんですね。そう、だからこうカウンセラーが来てね、よしじゃあまず3日頑張ろうとか5日頑張ろうって言うとね、結構皆さんやっぱし一生懸命頑張ってくれるんですね。でそうやって習慣が取れていくんですね、うん、そうやってまずね習慣を取るところからやっていきます。でもねこれはね結構簡単に取れます、うんね、やり始めるとね、皆さんねここに来る人はよし頑張って痩せるぞと思ってるんでね。でもう一つ、自分が気づいてなくて太ってる理由を持ってる人は結構多くて、うん、最初にねそこをやっていきたいんです。でこれはね、ほんとそれぞれで、はい、去年来た人で、はい、5時のブラックのコーヒーで太った人もいました。え、夜のお茶一杯で太った人もいました、うん、理屈に合わないんですけどね、はい、でもその人がそうであったとかね、うん、そうそうそう、ね、でも理屈わかんないけど5時のブラックのコーヒーで太ること分かったら飲まないでしょ。そうですね、はい、そういうのを見つけていってダイエット終わった後にちゃんとねそれを守ればね、でキープがしやすくなる、そこまで持っていきたいのが、うん、高木野球がやりたいダイエットになります、はい、でそのためにね、ちょっとご面倒であるんですけども、まあ、1週間か10日に一度、ね、ご来店をいただくというようなね、うん、感じで、うん、やっていく、でやっていく間に自分の習慣がね、こう身について、うん、っていう形でね、痩せるまで、あとはね、痩せた後までちゃんと計画立てて、うんうん、やっていく感じになりますね、はい、これがちょっとね食べたい記録としての持ってほしいところがありまして、はい、まずね目標体重とね期限を決めてもらいます、はい、一応これは目安として知っておいていただきたいんですけども、はい、まあね1ヶ月どれぐらい痩せていいのか、はい、うん、大体ねその方の体重の 5% ぐらいだと思ってください、はい、うん、だから80キロだったら4キロね、うん、60キロだったら3キロ、うん、50キロだったら 2.5 キロぐらいまでは目安にできるかなと思います、うんうん、うちのダイエットの場合ね、まあ一応ね最初4ヶ月ぐらいを目処にします。はい、うん、もう集中力がね大体それぐらいしか皆さん持たないんでね、はい、うん、そうすると60キロの方だと、はい、まあ10キロから12、3キロってところをね、うん、目標を決めてやられる方が多いですよね、うん、ここまで頑張るぞっていうのを決めるのが大事なので、はい、うんうん、まずここが大事になります、はい、で2番目が、はい、グラフか体重日記を必ずつけてご来店時に必ずご持参ください、はい、こういうねグラフをつけていただいてます。はい、起床直後、朝食後、夕食後、寝る前、まあ、この4回測っていただく形に、なります、
はい、なんでこんなに細かく測る必要があるかと言いますと、ここ、ね、ガタガタしてるの分かりますか？あ、はい、うん、食べムラって言いまして、はいはい、こうね、結構ねガタガタしてる人が多いんですよ。これ胃袋が大きくなってるっていうふうに僕らね、そういうふうに表現するんですけども、はい、こうなっちゃうとね、はい、皆さんどこに戻っていいか分かんなくなって、はい、ちょっと大きく、ね、多めに食べてしまう。だから過食になって太るという傾向があります。この後がカウンセリングした後ですね、はい、これ同じ人なんです。あ、はい、こうやってちっちゃくちね、こう落ちてくるでしょ。そうですね。こうなったらもうあとは体が痩せることを覚えた状態になるので、そのパターンを見ていくのにまずこのグラフをつけていただく形になります。でもね、朝と朝起きた時と、あと夕食後と寝る前なんでね、うんうん、まあ働いてる方でもね、つけやすくなってるんですね。うん、でこれを見て僕らはね、こう判断をしていくと、こうやってうちが悪かった人のグラフだとか、逆に言うとね、うちが良かった人の例とかがあるので、あなたはこのパターンですよねっていうふうに、ん、ご説明差し上げるとね、お客さんもリアルにね自分に分かる形になるので、このグラフをねしっかりつけていただくってことをまずお客様にはお願いをしています。で太る人はもう大体ね、パターンが決まってて、ね、はい、3700人ぐらい見てると、うん、朝がパン、昼が麺、夜が遅くて、その間のお菓子をちょこちょこ食べて、ね、寝るのが23時以降っていうのが大体太るパターンで多いですね。朝日だ。とりわけ朝をしっかり食べるっていうことが大事なんですけど、なかなかね、僕は一言言ったぐらい皆さんね、治らないんですよね。その生活をずっと続けてるんで、まずじゃあこの1週間は終わってね、ご飯を食べていこう、ね、この1週間はお風呂にちょっと10分長く入ろうとかね、こうやって決めていくとできますよね。はい、そうですね。そうやってテーマを決めながらね、その人に合ったところをね、説明をしていくようなね、そういうような感じになります。なので1週間に1度カウンセリングは、2通りあって、ご来店するパターンと、あと今 LINE の電話でつながってるので、ね、LINE の電話でカウンセリングもできます。すごい便利。うん、じゃあ岡崎さんの場合、ね、はい、まあ、これ見ると、ね、ちょっとここが多いですよね。はい、でここも多いですよね。はい、ここが多いってことはちょっと肝臓が疲れてる可能性があるよってことですね。でこっち見るとこれこっちが多いですね。はいはい、うん、これはねちょっとね、もしかしたらホルモンのバランスが悪くなってるかもしれません。はい、食生活の中ではね、はい、うん、こういう風になってまして、はい、そうですね、まあ朝ごはんはいいですね、うんうん、ただね、お昼の麺というのがね、ちょっともしかしたら、うん、ね、問題があるかもしれません。あ、はいはい、あとね、ちょっと早めに寝るっていうところをね、ね、ちょっと訓練で、はい、うん、一緒になってね、直していかなくてはいけませんね。はい、ということで、はい、漢方薬のチョイスをしてきますので、はいはい、で気になるのはご予算だと思うんですけどもね。そうですね、うん、そうですね。はい、でうちは最低月券2万3000円、月から始めて3万から5万、5、6万ぐらいの間で1ヶ月される方が多いです。でそこはね、お客様に選びやすいようにさせていただいてます。最初ね、決めたらその金額でやらなあかんかっていうと、もうその都度その都度こう変えていくので、ね、最初はね、しっかり予算かけて後で下ろすっていう人もいますし、うん、まあ、そこはね、もう逆に遠慮なく言っていただければなと思います。はい、なんか実際の体験談とかを見せてもらってもいいですか？はい、そうですね、はい、なかなかね、はい、本当にプライバシーがあるので、そうですね、自分が痩せたっていうのをね、ここで痩せたっていうのは知られたくない方が多いんで、達成された方はね、こう絵に残させてもらうってことをやってます。絶対その方だとわからないようにするんですけども、この数字は本当です。この男性の方だと 77.6 が、ね、6ヶ月で 64.9 までね、うん、そして、ね、お酒を減らした、そしてよく噛むこと、ね、うん、数字が落ちてきたので楽しかったっていうね、そういう感想をいただきましたね。これはね、豆知識みたいなのもね、こうやって、うん、あるんですよね。あ、この方なんかですね、はい、家族3人で3人ですね。すごい、はい、うん、
ね、家族3人で 17.6、うん、2ヶ月ぐらいだったかな、え、うん、でそんな、ね、そうですね、すごいですね、うん、で今もちゃんとキープされてますね、すごい、うん、一人でやるよりもね、あのみんなでやった方が、うんうん、そうですね、あのうまくいきます。あ、この人すごいね、この人行こうか、まあ、男性の方すごい、うん、38キロですね、はい、116から78、まあ、1年ぐらいかかったんですけどね、あで、うん、そうそう、1年でも38キロですよ、ね、38キロ痩せて、もうね、あの別人だって言われてますね、まあ、でもうちはね、やっぱほとんど8代の方はやっぱ女性ですね、うん、あ、うん、まあ、このね、この人もそうですね、 66.5 から56.1、 38歳タイムなんですね、え、これ3ヶ月ってことですか。そうですね、3ヶ月ですね、すごい、うん、楽しみながらね、頑張るというね、肩の荷を下ろしながらやると、まあ、やつやつにかな。ちなみにこの絵はどなたが描いてるんですか。ですね、まあ、僕が大体下書きをささっと描いて、あ、そうなんですか。スタッフがね、皆さんそれぞれね、あ、すごい、うちは全員女性なんで、スタッフがね、うん、すごくやっぱ女性的な感じでね、うん、すごく優しい絵を描いてくれるんでね、ありがとうございます。はい、はいはい、じゃあちょっとインタビューさせていただきます。はい、よろしくお願いします。ダイエット以外の相談とかもできるんですか？そうですね、もう本当に、はい、ありとあらゆる相談はできるんですけども、うん、多いのがね、はい、まあ、不妊症の相談、子宝の相談の方が多かったりだとか、あとは、便秘ですね、うん、便秘で悩まれている方がうちに来られるケースが結構多いですね。あとはまあ皮膚病だとかね、さっきも言った頭痛だとか、さまざまですけどね、うん、いろんな相談ができるんですね。そうですね、漢方薬って半分ぐらいしか治らない、あとやっぱり生活も大事なんでね、うん、それはどんな相談でも一緒なんで、はい、うん、生活改善ね、うん、あと体質改善、うん、ちゃんと、ね、2つ合わせて、うん、ご提案ができるようにさせてもらってますね、はい。さっき店内見させてもらった時にすごい種類があるなと思ったんですけど、はいはい、何種類ぐらいあるんですか？そうですね、何種類あるんでしょうね。僕も数えたことがないんですけど、うん、まあでも、まあ、よく使うものはね、大体20から30ぐらいで、あ、まあ、組み合わせていく、ね、うん、ケースが多いかな。組み合わせて飲むんですね。そうですね、まあね、うん、その人その人にちょっとね、はい、合わせながらですけども、あ、まあね、今の症状を治したい人とね、うん、でも根本的にね、うん、例えば風邪だったらね、今の風邪を治したいんだけど、はい、でも風邪をひきやすい体質っていうのはね、その人が持ってるね、バリアが弱いとかね、うん、そういうところがあるんで、まあ、そこは治すものも一緒にご提案はすると、うん、あとはお客さんに選んでもらう、うん、できればね、もうそういうことが二度とないような、うん、形を持っていきたいですからね、あ、うん、なるほど、うん、なんでそう組み合わせることが、はい、結構多いかなと思いますね、はい、相談したい時ってなんか予約とかしたらいいんですか？あ、そうですね、うん、でどうやったら相談したらいいんだろうね、漢方のところって高いんじゃないかとかね、いろいろ言われるんですけども、うちはもう最初ね、カウンセリングは無料でやってます。あ、うん、そうなんですね、まあ、ダイエット相談とこれから相談の人は1時間半ぐらいかな、うんうんうん、あとその他の相談の人は、まあ、30分から1時間ぐらい。この薬局はいつからここにやられてるんですか？ね、まあ、うちのおじいさんからやってますのでね、もう90年近くはやってますが、こちらの方に引っ越してきたのは6、7年前だったかな、うんうん、こちらの方 ね、 そうですね、まだね、新しさはあると思うんですけども、うん、6、7年前にこちらに移って、うん、今こちらでずっとやってる感じですね、はい、なるほど。隣でエステサロンもやられてるんですか？そうですね、うん、はい、でこの岡崎の松本町っていうのはね、はい、結構不思議な町 で、はい、で昔のね、町並みが残ってて、うん、そうですね、うん、たまたまね、隣のね、ところが空き家だってことだったので、うん、そちらの方を今、うん、エステだとか、はい、うん、そういうことができるルームになってます、はい、ちょっと見せてもらってもいいですか？はい、いいですよ。じゃあ行きましょうか、はいはい、B、はい、B ルーム、 B ルーム、まあ、B ルームの意味はですね、はい、まあ、こちらの方が A でこちらが B っていう意味とあと高木薬局の、ね、はい、メインキャラクターがこの、ね、うんうんうん、蜂の
あのハチコちゃんっていうんですけど、ハチコちゃん、ミツバチですから、ね、まあ、ミツバチは B だからっていうことでね、英語で B っていうことと、あと、まあ、あのエステとかやるんで、B を追求するというね、あのそういう、あの意味があって、まあ、その3つの意味から B ルームっていうような、ね、名前になってます。はい、でこちらになります。はい、失礼します。はい、昔はね、あの釜飯屋さんだったらしいんですけどね。あ、そうなんですか。はい、うん、去年かな、はい、うん、あのちょっとこう改装させてもらって、うん、こんな感じでやらせてもらってます。うん、今日はちょっとね、たまたまお休みの日なんで、あ、うん、あのこんな感じですけども、はい、まあ、こちら施術のルームですね。ここで、あの、機械がたくさん、そう、エステもできますし、あと温灸って言ってね、あのお腹を温める、うん、そういう機械もあるので、うんうんうん、それもできます。はい、でこちらの方が、まあ、マッサージチェアなんですけども、はい、ね、あの EMS って言ってシックスパッドみたいなね、あ、はいはい、あれのもっとすごいのがね、ここにありまして、こうね、お腹に、ね、やったりとか、あとこの肩にやるとね、こう低周波の、が流れてそこがほぐれるね、そういうような機械になったりします。ダイエットされた方がこっちでもやられてね、設置されて帰っていかれる、そういう流れになりますね。気楽に来てね、おしゃべりができるように、うん、まあ、そういうような狙いで作ってますんでね、うん、だからこうエステエステしてないっていうかね、はい、値段もね、そんな、高くないと思うんですよね、はい、うん、フルフェイシャルエステが40分3000円なかなかないと思いますね。そうですね、うん、ボディマッサージね、あの10分1000円、うん、こんな感じでね、うん、やってますよ、はい、ただスタッフさんがいる時なんで、火曜日とね、今は金曜日、うん、がこう施術日になってるんで、そうですね、うん、今はそんな感じ、ちょっと変わるかもしれませんけどね、はい、高木さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。なんかすごい勉強になりました。よかったです。はい、なんか本当に親身になって話を聞いてくれるというか、ね、ちゃんと相談に乗ってくれるので、すごい話しやすかったし、ちゃんとなんか自分が太っていく原因、ちょっと、ね、ためになりました。やっぱ通い続けないといけないと思うのでね、短期集中っていうかね、そのダイエットやりたいっていう時期ってね、はい、なかなか、ね、エネルギーがある時期ってこう限られてますんで、その時期にね、こういろいろ直してしまおう、その時にちょっとね、変えてもらわないといけないんですけども、そうですね、うん、まあ、あの答えはね、やっぱり日常生活の中にあると思いますんで、はい、うん、あのただ漢方飲むだけじゃなくて、はい、そちらの方のサポートもね、うんうん、させてもらおうかなと、うん、思ってやってますんでね、はい、はい、ぜひよろしければね、また、はい、うん、気楽に ね、あのお電話いただければと思います、はい、痩せたいなって思う方はぜひこちら高木明子さんにしてみてください。はい、ありがとうございます、はい、お待ちしてます。はい、じゃあ高木明子さんからお送りしました、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう、はい、じゃあバイバイ、はい、今日はドアが、あー、すごい、かわいい、かわいい、すごい、かわいいです。